こんにちは、加藤理香です。有磯海サービスエリアに行ってきました。高速からじゃなくてね、一般道から一旦フラットパークっていう駐車場ね。ここは24時間やってますよ。猿が来る。ミラージュベルだって。鳴らしてみようかな。鳴らしすぎてしまった。ごめんなさい。ここ先んとこ。メニューは富山らしく白エビ丼とかブラックラーメンとかありましたが、やっぱり海鮮丼ですよね。もういっぱい食べれんちゃうね。2800円。いただきます。お待たせいたしました。ここのサービスエリアはお土産屋も充実してるし、全体的にね、綺麗。高速の休憩所って感じがしない。カウンター席はね、2席ずつ仕切りがあって座りやすい。おすすめです。ご視聴ありがとうございました。富山市に帰る道々です。なかなか素敵な田舎風景だと思いませんか。じゃあね、バイバーイ。